クラウッキークルフカの一例クルフカは、ちっちゃい牛ちゃんを意味するポーランド式ファッジで、セミソフトトフィーの歌詞。ヨーロッパや北アメリカの諸国で長く愛されている。ポーランドの南部山岳地方の放牧地のニューギュル語源は、牛を意味するポーランド語のクロバ。ポーランド語には名詞を可愛らしくする指小型という表現法があり、クルフカは、 黒歯の指小型の一つでちっちゃな牛ちゃん。ヨーロッパや北アメリカでは複数形のクルフキとして知られているが日本では近年クルフカと単数型で紹介されている。1930年代にフェリックス・ポモルスキのクルフカ製造会社の本社事務所が入っていた建物1930年代にフェリックス・ポモルスキの クルフカ製造会社の工房があった住所クルフカを発明したのはフェリックス・ポモルスキ。ポモルスキはクルフカの父と呼ばれている。フェリックスはジトミエ州のおじが経営していたキャンディ工場に7歳の頃から何度も行き工場でのキャンディの作り方を教わった。彼は成人すると1921年にポズナンに工房を開きそこで1929年まで クルフカを製造を販売して成功。1930年代になると、同種の鉄道通りに本社事務所を移転し、運河通りにもっと大きなクルフカ工房を建て、今では定番となっている黄色の包み紙と牛の絵の包装紙による個別包装でクルフカを販売した。この包み紙のデザインは大好評で、このおかげでクルフカの商品名が定着した。 1939年、ナチスドイツがポーランドに侵攻して、第二次世界大戦が勃発する。ドイツ人がポーランド全土を占領すると、フェリックスは、ドイツ人に会社と工房を乗っ取られ追放された。しかし、第二次世界大戦が終わるとフェリックスは、首都アルシャワ近郊のミラヌベックで、クルフカ工房を再建、会社を、 エル・ポモルスキ少佐と彼の息子のキャンディ社として再考した。このエルは、フェリックスの長男レシェックの頭文字である。レシェックは、第二次世界大戦では、ポーランド陸軍の少佐にまで昇進していたが、戦争が終わると軍を引退し父フェリックスと共に、会社の最高に身を投ずる決意をしたのである。 当時のポーランド人民共和国の共産主義政権は1952年にこの工房を接収して国営化し、当時すでに国営化されていたワルシャワのチョコレート会社、ベーデル社の傘下に置いた。この国営工場のクルフカの品質は急速に劣化した。不屈のポモルスキフ氏は決して諦めなかった。国がそういうデタラメをやるつもりならば、と彼は、 自宅の庭の門小屋を改装して工房とし自前で本物のクルフカの製造販売を開始したのである。もはや伝説となったクルフカの父フェリックス・ポモルスキとその息子レシェックが手作りする本物のクルフカの評判は近所から近隣一帯に口コミで急速に広まっていった。ポモルスキ手作りの本物のクルフカはついには 首都アルシャワの店頭にも並ぶようになった。フェリックス・ポモルスキは1963年に他界した。自前の工房の経営と本物のクルフカの製造は長男のレシェック・ポモルスキが引き継いだ。共産主義時代の中央計画経済の矛盾は1970年代半ばを過ぎると経済的混乱を引き起こし、この結果多くの個人零細企業が倒産していったが、 レシェックは工房と本物のクルフカを守り抜いた。クルフカの価格まで中央政府が統制したが、本物のクルフカの味は消費者の人気を集め、このおかげで会社を存続させることができた。現在、この工房は戦後に再興したエル・ポモルスキ少佐と彼の息子のキャンディ社の名称を使用、創業者フェリックス・ポモルスキの孫であるピョートル・ポモルスキが、 経営し、15人の従業員とともに無理な、拡大政策は取らない方針を貫き、零細工房のまま伝統のレシピと繊細な味を守り、ポーランドに、いくつかある、クルフカ製造販売業者の一つとして、順調に創業している。クルフカはポーランドで、最も一般的なお菓子の一つで、世界中で販売されている。多くのブランドがある。 乳牛の絵が描かれている白と黄色の包み紙で一粒ずつ個別包装されていることが多い。冷戦時代よりも前からすでにヨーロッパ全土で広く知られていた。一般的に販売されているものは個別包装に適したように外側が一般的なキャラメルのような食感あるいはサクサクないしカリカリとした歯ごたえのある固めの食感でトロッとした柔らかい食感の内側は 生地本来の香りがふわっと広がるように作られている。外側の固めの生地のおかげで常温で溶けやすいということはないので保存や輸送に便利である。オリジナルのレシピでは通常ミルクと砂糖、そしてバター、クリーム、バニラを加えることもある。チョコレートやコーヒーの香りのクる負荷も売られている。乳糖不対象の消費者向けに豆乳で製造したものもある。 http://www.kr-o-w-ki-pomor-ski.pl-podstrony-historia.html ありがとうございます。